呪われた夜の遊園地、体験したいと思います。これアプリを使って回りますので行ってきます。でこちらのブルナミの振動なんですけども、右回りか左回りかしか振動がないので、そちら感じた方に進んでいただきますようお願いいたします。お感じた方に進んでいただくと、あ、どっちか、こっちや。お、震えてます。おー、どうですかこれ、もうね、誘導されちゃう。ん、震えてるんですか。ん、あれ動きすぎた。え、ほんと、あ、ほらほらこっち。ん、あ、止まった。これですかね。では今皆さんが立っているマークの場所が皆様のコースとなりますので、はい、スペードの方はスペードです、はい、ハートの方はハートのコースになります、うん、でそれを皆さんスマホの方のアプリですね、こちら、ゲームスタートの方を進んでいただきましたら、こちら、マークの選択がございますので、それの方まで進んでください。ゲームスタートをしていただいた後、あ、ピエロが、これはどういうことなんでしょうね。これ夜になってきたらやっぱ怖いですね。じゃあ行ってみましょうか。案内所に誰かいますね。こんにちは。あ、案内所に人形が置いてますね。え、どういうことですか。でもこちらのレジは中止しておりますになってるんで、うん、うわー、びっくりした。え、人形だと思ったの。ちょっと行きましょう早く。今ですね、枚方パークのですね、恐怖体験夜公演のですね、夜の遊園地笑うキラーピエロを体験してきました。園内ですね、いろんな仕掛けがあって、こうスマホアプリでやりながらカードを探すんですが、そこにびっくりするお化けとかがいて、ちょっと面白かったですね。なかなかこの夜の遊園地の雰囲気を味わうことがないんで、もうホラー好きにはたまらないと思います。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。では関西ウォーカー編集部の若林がレポートしてまいりました。それではさよなら。